新しい私いろいろ始める仙台いろは。今年はどんな年だった？いろは組になって泣いたり笑ったり、濃い1年だったかな。そうだね、みんなと出会えたし、取材でもいろんな人と会ったよね。人との縁を感じた1年だったね。来年はさらなる良縁を求めて2人がやってきたのは、縁結びの神様として知られる二柱神社。早速良縁が。こんにちは、すいません、神社の方ですか？こんにちは、はい、そうです。正しい参拝の作法を教えていただけないでしょうか？はい、わかりました。それではまず参拝の前に手水で心身お清めいただきます。ご神前ではまずはじめに鐘を鳴らしていただきます。次に軽く一礼します。ご神前に二度深くお辞儀をします。そして二回柏手を打ちます。次にご神前に一度深くお辞儀をします。最後にご神前に軽くお辞儀をします。参拝の際の二拍手は神様に聞こえるように大きな音でお祈りください。はい。恋愛成就を願う方は縁結びのお守りも気になるところ。こちらは一つ一つ柄が違うちりめん模様の幸福花守り。そしてこちらはお財布に入れて持ち歩くことができる縁結びです。たくさんの人とお仕事ができますように。人との良い出会いと良い出来事に恵まれますように。二柱神社では元日0時からお餅や甘酒のお振る舞いがあるとか。新年の始まりは二柱神社で、良縁の記念はいかがですか？仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。